それでは次はクラスケーション分類の例を見てみましょう分類はどういう時だったかというと求めたい状態が離散の場合でしたですのでこういう場合を考えます計測は計測 x は1次元の連続量だとしますでも欲しいものは連続ではなくて離散の01倍なりの状態変数だとしますこういうものは認識によく登場します 例えば顔顔認識顔検出ですねあるパッチが顔か顔ではないか0か1かこれは分類クラスチケーションの例です他にも人か人でないかこれ人物検出の例ですねもちろん顔認識もそうです今の例では01なんですが12345っていう番号が増えていった場合には1番目の人2番目の人3番目の人こういう顔認識の例に当てはまります もっと増やすとピクセルが1ガス1ガソがどのクラスになるのかという分類問題にもなります。これはや全ガソに適用するとセグメンテーションと呼ばれます。それではこういう連続量 x 次元の x に対して離散のバイナリー変数を求めたいとき、これをまず一つ目ディスクリミネナティブモデルで見てみましょう。手順はこういうものでしたね。じゃあ一つ目 ダブルについて適切な確率分布の形を決めましょうダブルは01のバイナリ変数でしたこの場合01変数に対して適切な確率分布っていうのはベルヌイ分布っていうのも,あものがありましたこういうものでしたベルヌイ分布は0の確率1の確率こうあって1の確率をラムダ0の確率を1引くラムダで足したら1になるこういう確率分布でした分布でパラメーターは1つしか取りませんでしたねラムダだけです そうするとこののラムダを x の関数にしますいろいろなやり方がありますいろいろりがますでここでは x の線形関数をシグモイド関数に入れたものをラムダにするこういうパラメータの取り方を説明しますこのシグモイド関数は何かというとこういう関数です1たすエクスポネンシャル何か分の1 こういう関数はシグモイド関数と言いますここ何か分。ここをマイナス取るんですね。こういうものを取る。そうするとパラメータは φ0 と φ1。この2つだけです。これはある意味でリグレッションというふうに呼ばれています。でもロジスティックリグレッションというふうに呼ばれています。でも実際にはクラスティケーションです。0か1かを判別、推定するものです。 じゃあロジスティック・レグレッションロジスティック回帰がどういうものかちょっと見てみましょうパラメータ2つを取りましたで線形関数だったのでこういうふうになります、X、が0から動いていくと線形関数の値はこういうふうに変化しますこのパラメータの意味はリグレッションの場合と同じですね φ0 は切片 φ1 は傾きですじゃあこういう値が得られた時にシグモイド関数に入れるとどういう値に変化するか ちょっと赤い方を見てみましょう x が0から1にあるまあそれ以上の範囲を取ります x は連続量で値は決められていなかった範囲を決められていなかったのでこのこれよりも右にも左にも値を取るとしますでこの関数で何か値が変換されますマイナスこれは8ぐらいですかねそれから8ぐらいまでその時にじゃあこのシグモイド関数はどういう値を取るかっていうとこういうふうになります この関数の中の値が小さい時にはすごく0に小さくなります。0より下に行きません。0に近づきます。マイナス無限まで行ったら0になります。そしてあるところで急激に立ち上がって1に近づきます。ここ1に近づきます。でプラス無限大まで行くと1です。でもすごく1に近いんですが1になってません。だからこのシグモイド関数は実数値を0、1区間に変換する関数だと思ってください。であるところで急激に入れ替わります。 一方のもう一つの 1- ラムダの方これですねここの0を取る確率の方です 1- ラムダの方は 1- ラムダは今シグモイド関数でパラメータ化してたので 1- シグモイドになりますということは赤のこっちの曲線が小さければこっちは大きくなりますこっちが大きくなればこっち小さくなりますそうするとこれ入れ替わるんですね ということは何を言っているか、X、の値が小さければこっちの青い方が確率が大きくなります。ということは w が, w が0の場合の自己確率が大きくなります。一方、X、が大きくなれば赤い方が大きくなります。つまり w が1の自己確率の方が大きくなります。それとじゃあここの境目はどこだこれを規定するのが π 0 φ 1です。このパラメータです。 このパラメータはやっぱりマップ推定で求められますし左右推定でもベージュ推定でも求めることができます。そしてインファレンス推論の時にはこの求めたこの W の事後確率をダイレクトに評価すればいいわけです。新しく X が入ってきたらまあ Fi0 とァイ1は決まってますから学習アルゴリズムで新しく X が入ってきたらその時例えばここだったら 確率は,率はどのくらいなのかこれをダイレクトに評価することができます。